見るの YouTube チャンネルもあるんですけど、うん、それに、まあ、ほぼ毎日出てて、はい、でそれで、あれなんですよ。オス、セムです。はい。本日はですね、ウィールの編集者、山根さん、なんか知らんけど、鳥取に来たんで、早速捕まえて取材してみました。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。なんで鳥取来たんですか？でもそれはもう専務の取材ですよ。鳥取ご出身ということで、帰省がてらに取材に来てくださったんですけれども、はい、まあ、実家の人にですね、東京出身だからおめえは帰ってくんなって言われたらしくて、もういるところなくて、暇だから僕の YouTube に出てると。本当に悲しい話ですね。やっぱり東京にいると、うん、コロナもなんか落ち着いた感じはあるんですけど、まあ、もちろんオミクロン株もありますけどね。まあ、まあまあありますよね。はい、やっぱりこう、東京以外、だとやっぱりこういう感じなのかなと。どうですか、なんか飲食店とかも地元に帰った、はいはい、なんか海の幸でも、うん、と思うんですけど、はい、このご時世やっぱり東京出身者って言ったら店の人にも嫌がられるのかなって。高級店はそんなことないんですけど、個人店で極端なお店は結構ありますよね、はい、あ怖いですね。じゃあホテルでおとなしくしてるか、飛行機で帰るかと。迷い中です。ワクチン打ったんでしょ。ワクチン打ちました。まだこんなんですよ。まだこんなんだぜ、鳥取。東京にはお仕事で行かれたんです？大学で上京してって感じですね。そこから、まあ、基本的には東京。そうですか。まあ、地元に帰るなんて考えは、もなかったんですね。考えてなかったですね。まあ、そうだろうな。視聴者の方は鳥取の方が多いですよね、おそらく。残念ながらね、視聴者の人はね、鳥取の方少ないんで大丈夫ですよ。あ、そうですか。そうです。なら安心して。一度東京出ちゃったら鳥取戻ってこれないですね。というのも仕事があるのかって思っちゃうんですが、うん、仕事があるのか、はい、ないんだな。慶応大学卒の方が活躍できるところって、まあ銀行さんか市役所か県庁かって話になるんですよね。鳥取でやっぱり一生終えたくない。ごめんなさい。すいません。いろんな人に対して、こう、ね、トゲがある言い方になってしまいますが。いや、でもしょうがない。うん、そうだよね。もうちょっと、年を取って年齢を重ねて、まあ、いろんな研究をしたら、なんか地元も悪くないなって思う可能性はありますけど。まあ、こうやって、こう、人口流出の原因を作れる。どうですかね。僕も、この、中学まで、鳥取。あ、中学なんですよ。はいはい。その府中に行ってましてね。鳥取大学附属中学校。はい。附属中学校に行ってまして、で高校から、うん、あの県外の高校に行ったんですけれども。あ、そう。中学の友達と今そんなに連絡取る人たちってあんまりいないんですけど。まあいないでしょうね。やっぱり、うん、みんなやっぱ大阪とか京都とか、まあ、そっちに行っちゃうんですかね。そう。東京もあんまりいなくって、ほとんどが神戸、大阪、京都、うん、大学行ってそのまま就職して。俺の友達もちょっといい大学行ったやつ、みんな県外だよね。こう、県庁に勤めれば副知事ぐらいにはなれるらしいよ。いい大学出たら。そんな簡単なものでもないと思いますけど。まあね、役所の世界も、やきもちの世界だからね。まあ仕事がないよな。今、ウィールで仕事をされていらっしゃって、はい、ウィールといえば、割と保守というか、右翼というか。まあ、ガチガチの保守ですね。いわゆるこうガチ向き保守、右翼、右翼ではないんですね。保守なんですね。まあ、あえて、まあ、右ではありますけどね。うんうんうん、右翼って言っちゃうと、なんかちょっと、ね、うるそうな感じしちゃうので。そうそうですね。まあ、あえて保守と言わせてください。うん、はいはいはい。もともと、政治、経済に興味ありまして、うん、ああ そう。そういうことは、まあ、中学時代から、鳥取にいる頃から、ウィールとか、あの、正論とかね。うん、ああ、へえ。諸君とか、あの、文春から出てた、すごい。系の雑誌を、まあ、パラパラと見るぐらいには興味ありました。へえ、そう。学生の時代から。学生時代からですね。だから、ウィールも、これ、創刊が2004年とかなんですよ。だから、その頃から、だから、創刊号も、確か家にあったと思いますね。そこで働いてるっていうのはなかなか運命的なものを感じますが。で、今インターネットで番組やられてますよね。ウィル増刊号という。ウィル増刊号。みんな、はい、チャンネル登録。よろしくお願いします。増刊号では基本的に今の専務の立場で、まあ、いわゆる進行ですよね。いろんなゲストをお呼びして、話を聞くっていう。これがね、もういろんなゲストが生で出演してくださると、やっぱ東京っていいですね。ウィールの場合はその雑誌の取材がてら、うん、もしそのお時間あれば、うん、じゃあ、YouTube を撮りましょうよみたいな、まあ、まさに今の感じですよね。あ、そう。
雑誌媒体にしては、なんか早くにインターネットに進出されてね。まあ毎日配信してるんですけど。ね、すごいと思う。ここまでやってるのはあんまりないんじゃないかなと思いますね。正確な情報を発信できるんですよね。うん、あまあでも、フェイクニュースも多いな。トランプ当選、ワクチンはディープステート。それのコメントですが、ニュースというよりは評論ですね。やっぱりニュースは、うん、まあ、新聞であり、テレビであり、そこを報じて、まあ、うん、それをもとに、それを論評すると。うん、ってなったら、まあ、それはフェイクも何もないんで、まあ、なるほど、個人の見解というか、ね、それぞれの公式者の見解ということで。あ、論評されてらっしゃるんですね。まあ、主にそうですね。まあ、月刊誌なんでね。もちろん、その速報性では、新聞、テレビには勝てませんから、よりこう、深く。月刊誌が毎日日刊で YouTube 配信。そうですね。というところは日々のニュースがある中で、これをどう思うか、ああう、ね、うんうん、岸田総理の発言をどう思うかというのを、まあ、コンパクトに5分10分で論評するという。頑張っている若い人。若い人っつっても 30? もう31ですね。31で若手枠ですからね。この国の平均年齢知ってます？平均年齢今どれぐらいですか？ 45 とか。48なんですよ。48です。なんでかわかります？あの、コロナで新生児が生まれなくなっちゃったんですよ。産むの控えるようになったのと、中絶率が上がったのと、女性の自殺率が上がったんですよ。コロナってね、人救ったって言うじゃないですか。あの、自動車事故もなくなったし、病気で死ぬ人もいなくなった。けども、生まれてくる人がいなくなったって意味で、人殺してるんですよ。罪ですね。罪ですね。うん、こう、経済をくしゃってこう、縮めちゃうと、女の人ってそう、花の命は短いって言うじゃないですか。クソ持てる時期があるんですね、女の人ってね。クソ持てる時期を潰しちゃってるんですよね。ちなみに、男が一番持てる時期はいつですか？金をたくさん稼げるようになったらですね。はい、でも、専務、ずっとモテ期。いえ。もう40過ぎるとダメですね。どっちですね。もう今モテるんじゃないですか？いやいや、もう。いけん。お金ないですから。今仕事一つで。歳を取って分かることは、どんなモテようが、きっちり女の子には尻に従われますよ。ケンちゃん、ケンちゃんみたいな感じだったとしても、うん、10年経ったらもうケツに敷いてかかってきますよ。本当に。日本人の女の人は強いですからね。うん、まあ、年取れば分かりますよ。夢も希望もないお話を。ない。ありがとうございます。でも意外と楽しい。楽しいです。意外と楽しい。まあ、その中で、まあ、ある意味制限される中で、こう、自由のありがたみというか。あ、まあ、モテようなんて思わずに、自分の今の母ちゃん対戦すると、こう、ステージが変わって楽しくなりますよ。人生の先輩の言葉を。何を言ってるんですか。ちょっと山根さんの取材したかったんですけど、ケツに敷かれる話になっちゃいました。専務でした。